ナルオ記念は日本中央競馬会が阪神競馬場で施行する中央競馬の重賞競争である。競馬番組表での名称は農林水産省商店ナルオ記念と表記している。競争名のナルオは1907年に関西競馬クラブが兵庫県向郡ナルお村に建設したナルオ競馬場に由来する。現在地の阪神競馬場は1949年に 竣工した。聖章は農林水産大臣賞1951年にハンデキャップの重賞として阪神競馬場の芝2400メートルで創設され、春と秋に年2回施行されていたが、1954年より年1回の施行となった。グレード制導入後は GII に格付けされたが、施行時期、距離、競争条件ともに幾度かの変遷を経ている。 1997年からは6月に芝2000メートルで国際競争として施行、宝塚記念の前哨戦とされた。2000年からは12月に移設され、地方所属場の出走が可能になった一方で、国際競争ではなくなり、格付けも議員に変更された。2006年からは芝1800メートルに変更となり、再び国際競争に指定。 2012年より試行時期が6月に再度変更、距離も芝2000メートルとなった。以下の内容は2021年現在のもの。出走資格、サラ系3歳以上負担重量、別、定2021年の一着賞金は4100万円で、以下2着1600万円、3着1000万円、4着620万円、5着410万円。 コース種別を表記していない距離は芝コースを表す。優勝馬のバレーは2000年以前も現行表記に揃えている。第6回までは年2回制、第7回以降は年1回制。前日の通り1953年までは年2回施行され、秋の競争も行われていた。コース種別を記載していない距離は芝コースを表す。優勝馬のバレーは 現行表記に揃えている各界競争結果の出展。ありがとうございます。